秋が深まりました。これからの寒い冬を森や野原にいるいろいろな昆虫はどのようにして過ごしていくのでしょう。カマキリが獲物を探し回っています。カマキリは卵を産む前まで獲物を食べているのです。バッタやキリギリスの仲間は大抵卵で冬を越しますが、ツチイナゴやクビキリギスは親のままで冬を過ごします。クビキリギスが草の下に潜っていきます。カマキリが卵を産むために木の枝に逆さに止まりました。白いネバネバした汁をお尻の先でかき回すと泡のようになります。この中に200ぐらいの卵を産み込んでいくのです。この卵の塊は産み終わると間もなく固くなり冬を越します。栗の幹などにたかるこのアブラムシも卵で冬を越す昆虫の一つです。秋の終わり頃、何百匹も集まって小さい卵を産みつけています。クロアゲハはどのようにして冬を越すのでしょうか。みかんやカラタチの葉を食べていたクロアゲハの幼虫はサナギになる支度を始めました。木の枝に糸を吐いてまず足がかりを作り、逆さになって糸の塊を作ります。足にある目に見えないほどのチギを糸の塊に絡みつかせるのです。今度は体を支える糸を作る仕事に取り掛かりました。両端を枝につけた糸の輪は風が吹いても落ちないように体をしっかり支えるものです。2日ぐらい経つと皮を脱ぎ始めます。まず背中と頭のところが割れました。脱いだ皮は
どんどん下の方へ送られて行きます。クロアゲハのさなぎは次第に硬くなり、このまま冬を越します。すっかり寒くなったのに、ヤツデの花にはまだ花アブの飛び回っているのが見られます。花アブは親のままで冬を越す昆虫です。エノキの葉の落ちる頃、高い枝の先からゴマダラチョウの幼虫が降りてきます。同じチョウの仲間でもゴマダラチョウのように幼虫のままで冬を越すものがたくさんあります。根元の落ち葉の裏にいて、何も食べずに春の来るのを待つのです。しっかり冬になりました。凍りついたカマキリの卵、林では秋の間に蛾の出てしまった殻の繭が何種類か目につきます。クスさんの本当の冬越しの姿は3ミリぐらいの卵で、木の幹に固まって産みつけられてあります。腐った木は昆虫の冬越しには都合の良い場所です。腐った幹の皮の下に固まっているマイマイカブリ、テントウムシも見られます。クロスズメバチは一匹ずつ潜り込んでじっとしています。2月ごろ、川の中から親になって雪の上に出てくる変わった昆虫もいます。これはカワゲラの仲間です。暖かい日には親のまま物陰で冬を越していた赤タテハも飛び出すことがあります。このように昆虫は卵やさなぎばかりではなく、種類によって幼虫や親の姿でも冬を過ごしているのです。長い冬も過ぎ暖かくなると、昆虫は再び活動を始めます。クスさんの卵が帰り始めました。硬い殻を食い破って次々に這い出てきます。冬の間動かなかったクロアゲハのさなぎからは蝶が帰ります。体がすっかり出ると、そのままぶら下がってじっとしています。羽ははじめシワだらけですが、4、5分の間に伸びていきます。そして1時間ぐらい羽の固まるのを待って、間もなく春の野山に飛び立っていきます。
カマキリの卵は春も半ば過ぎ、大変暖かくなってから帰り始めます。全部体が抜け出るとお尻の先から糸を出してぶら下がります。ぶら下がったままで皮を脱ぐと、小さいだけでもう親と同じ姿で歩き回ります。春から夏にかけては昆虫が一番活動する季節なのです。